たとこのマッタいやおなんか動いてよドラムの置物みたいになって今もあのちょっとロボットになりました、はい、豊さんに問題です、ね、はい秋田商業から青学でヤクルト、はい、はい、石川おおすごい、ね、すごいですね青学って言ったら石川、うん、お俺の大好きな選手あそうなんですかいやめっちゃくちゃ大好き大嫌いな人もいるんですかお前のツッコミどころよいやそんなにそんなにいやでも嫌いな選手はそんなにいないよ、はい、大嫌いはいるんですかそれいないまあ嫌いになりたくないですからねえどうやったら嫌いになるんですかねでこう関わらないと嫌いにならないじゃないですかでもね基本的にさ野球選手ってさ、はい、挨拶ができないやつ嫌いだよなあ僕でも世の中に嫌いな人いないんですよねだから好きな人もいないでしょ、うん、いや好きか普通か興味ないなんですよ嫌いって嫌いになる理由があるじゃないですか、まあ、確かに僕その理由を知るほど興味ないんですよ人にでプライベート共に過ごさなかったら、まあそうね、関係ないですよねまあそうですね私もそんなに嫌いになることはないですけどあんまりなんですかね、まあ、この方とは親しくはなれないなみたいな方いますよね誰ですかいや言わないですよ言えない今もう言いたいですよあそれは、ね、いや野球選手であじゃなくてですよ、まあ、どの世界にもあるじゃないですかやっぱり、まあうん、誰ですか言わないですよいやでもね俺もだから嫌いっていうことはないないですよねでもまあ、うん、話をしてて合うか合わないかって言ったらああこの人とはちょっと合わないなっていうのは感じる時あるけどね、うん、それはありますけど ね, あるよねだからちょっと嫌いかって言われると別に嫌いじゃないですよね、うん、ただ考え方の相違っていうだけで、うんうんうん、ただ一緒に飯は食ったりとかしないよっていうのはね、うん、あるよねでも昔その野球部とかでやたらこういじめてくる先輩とか嫌がらせする普通です、はい、豊さんの時代なんてもっと普通ね、普通だよな、はあ、いやそれが当たり前だから当たり前だから、はい、それ耐えるのが勝負ですからでもそれであの先輩マジ嫌いとかなんないんですかでもどうせやめていなくなるからいやでもさ、はい、佐藤も大学時代さ、はい、俺ら1年の時買い物当番ってあったんだよ、はい、で朝8時に起きて必ず今日のお買い物は何ですか、はい、どうされますかって聞かなきゃいけないの、はいで聞いたらさ普通もう大概 99% はもういいとか言ってくれるんだけど、うん、意地の悪いやつがさあそこのクリームパン1個買ってきてみたいな、はい、めっちゃ遠いんだよ、駅まで行かなきゃいけない、はい、何ですかっていうもう一回聞き直すんだけど、はい、いやあそこのクリームパンが食べたいから1個買ってこいって1個って1個っていうことは俺のは まず間違いなくないじゃない、はい、学ランに着替えて行かなきゃいけないんだよわざわざジャージじゃ行けないんだよ、はい、行かされたことある1回だでも8時に起きたらいいんですか、うん、いやあの炊事当番とかは6時、うん、買い物当番の時間が8時って決まってるの、うん、だから6時から起きてるんだけど、うん、掃除とかして、うん、でも8時に聞きに行かなきゃいけない先輩ので行ってきてへえ1個ってまあ、自分の分も買えばいいんじゃないですか自腹で自腹でいやいやそんなお金そんな学生お金持ちじゃないからそっかいやそれは、ね、しかも起こしてって言われて何回も起こしてして、はい、いやまだなんとかんとか、まあ、うるせえって言われて、はい、何もしないとお前起こせって言ったろいや本当だよな、もう理不尽なこと山ほどあるからだから浜川さんが言ってること、はい、呼吸するぐらいの当たり前のことですいや本当だよな、ね私甘ったるいとこできてきたんですねいやだいぶ甘いですよねもうロイヤルミルクティーぐらい甘いですねだからな俺はもうあの水着になって走ってこいって言ったら走ってこなきゃいけないんだよここはって水着なんで着れるからいいですか僕フリチンですからねえ校内なんですよ寮が、うん、敷地内になったんですけど、うん、もう夜中に、まあ、僕一人じゃないですかいっぱいで、はいはい、フリチンでジュース買ってこいって言われてあの学校の敷地内の中のもう夜中もう12時回るか回らないぐらいですけど、はい、自動販売機にジュース買いに行かされるっていう裸でしかも雪が降ってるのにそうなん、はい、それなんかの罰ゲームとかじゃなくて普通に言ってくるんですかそうあとは消灯30分前に、はい、片道歩いて行ったら30分かかるコンビニに買い出しっていうでもさ俺らなんかこう夜中にさ先輩とか飲んで帰ってきて、はい、1年生起こされてラーメン作ってくれって言われるわけ、はい、でも夜中の2時3時だよ、うん、嫌ですって言ったやつがいて、はい、それがもう1年生全員叩き起こされて、うん、表出ろとか言って、表雪が降る中正座だもん、何があったんだよみたいなでそこはもう嫌ですじゃなくて佐藤さんみたいにね話しましたよね前、はい、これはねあの佐々木チャンネルで放送されたもんね何を言った仕返しをするんですよ、はい、あの味付けしていくんで、
おつまみを作れって言われて、そのおつまみに味付け、まあ、味付けスペシャルな味付けするんですよ。いやそれはあるよな、はい、だから食ってみろって言われなかった。食ってみろって言われるんですけど、自分の味付けだからで食べれるんですよね。あ、それは変な味付けじゃなくて、いや変な味付けですけど、中身は見てほしいですね。そうです、何したか。あ、そういうことか。まあ、ちょっとあの隠れてるかもしれないですけどそうそうそう、もう流れてる、まだ流れてないかもわかんないですけど、はい、まあそんな味付けもいっぱいしたよね俺は。だからね、僕のことを変態みたいに言ってますけど、はい、あれ普通ですからね、こんなやろうとか思うよな、もうお湯沸かすのめんどくせえみたいな、そういう時もだからね、どっかから組んでくる容量と忍耐力めっちゃ身につきますよね。容量よく生きて、はい、もう我慢っていう、うん、でもやっぱり大学野球とか高校野球やってきた人って結構礼儀は正しいなって思いますよね。挨拶やっぱしっかりしてる方って多いですよね。いや、まあ、それはもうでも人として常識じゃない、うん、はい、それはね、うん、いますよ普通に。でもね、野球選手で挨拶ができないやつは殺しちゃうかなと思う。そうね、いやそこ一番いいとこだし、佐藤のが言ったら、あー板野さんって名前付きで挨拶してたの現役の時。僕絶対人の名前付けるんですよ。そうだよな。それはなんでかっていうと、はい、あいつ挨拶してないって言われたくないんで、 あなたに挨拶してますよっていうのがもう印象付ける、はい、なんとかさんございますとかって言うと、うん、野球っていっぱいいるんで、こっちは一人にしてるつもりが誰にされてるか分かんないパターンあるじゃないですか、うん、されてる方は、はい、そうなるとたまにいるんですよ、挨拶せえへんって言う人が、はい、いるいる、はい、だから名前つけてあなたにしてますよっていうのから始まったら、もうそれが慣れちゃって名前常につけるようだったんですよ。いやだからそれいいですね。いやだから佐藤なんかこう言って、うん、おおとか言って、ああ板野さんこんにちはって言うから、そこから会話になるじゃない、うん、だからこう親しみやすくなるというかさ、はい、それはすごく大事なことだよね。いや言われる方も嬉しいですよね、名前言われると嬉しい嬉しい、うんうん、で、うん、俺が最近してるのはちょっと描写を言ってあげる、まあ例えばこの前のホームランすごかったねとか言うと、うん、その選手もあこれ見ててくれるんだっていうのがあって、うん、こう話しやすくなるというか、うん、親しみやすくなるというか、はい、だからそれはなんか心がけてる。この前の盗塁すごかったなとか、もう2球あったら3塁まで行くなみたいな、はい、増田とかね、巨人の言ってあげるとなんかすごくニコッとするしさ。へえ、ちょっとだから言われないですか、浜田さんも世の中で、いつ水着になるんですかって言われないですか。これ言われません。言われないですか。言われませんよ、うんうん、いや俺もう最近さ、あYouTuber の人ですよねって言われることがあるのね。あ、すごい。こう中学生とか、はい、小学校高学年の人、はい、それすごく嬉しいんだよ、はい、ね、うん、だから言われるよ。言われるようになったらもうワンチャン、はい、やっぱこう、あこれまたセクハラってな。わ俺意外とね、セクハラ、え、セクハラじゃないんだけどみたいな、ファンのためを思ってみたいな。でもあれですよね、高間さんがどう思ってるかによってそれは変わるんですよね。高間さんが別にセクハラだと思ってなかったらセクハラじゃないんですよね。まあそうだね、まあセクハラとは思ってないですよ、うん、まあまあまあ、まあ、セクハラ、水着になるぐらいだったらセクハラではないですよ。 でしょ、はい、まあでもちょっとなんかえーとは思いますけどね。なんですか。なんで水着にならないといけないんだろうみたいな。え、負けたからです。プールでもないしみたいな。え、プール買ってきましょうか。じゃあここに、まあ、はい、プールがあるならば水着着ててもちょっと違和感はないかもしれない。あ、じゃあ買ってきます。じゃあさ、うん、こうちょっとビニールの あるじゃないですか、プールで、じゃあ3人で水着着て撮るっていうのはどうや。プールの中で。プールの中で。どう。今日はプールからお伝えします。だんだんあの気温が下がってるからちょっとお湯にするか、はい、ちょっと温水にね、なんか温水にするか。なるほど。だってまだ今だともかなりディスカウントして売ってると思うんですよ、夏が終わって、はい、プール。そうだよ、ね、うん、ベランダとかでやるようなプールですよね。だから霜見せたくなかったら俺バブいっぱい持ってるから、はい、バブ入れるから色付きのどうやなんかいやらしくないので、ね、なんかあ、そう、帰って、はい、帰って。あ、じゃあバブやめた、はい、じゃあ、じゃあいいよね、はい、じゃあ買ってきていい。いや、ちょ、まあちょっと考えましょう。はい。何締めようとしてるんですか。もう閉まんないんですか、まだ。まだ閉まんない、全然全然。まあ、赤間の人気もね、はい、最近すごいですからね、コメントなんで。いやいやいや、え、なんていうコメントが一番嬉しい。あ、なんか一番、まあ、例えば可愛いとかさ。あ、それよりは、こう二人で息が合ってますねとか、そういう風なの言われる方が断然嬉しいです。これ息合ってるよな、偶然にも、うん。いやだってさ、ツッコミどころもすごいうまいと思うし、はい、なんか
初対面さして、はい、いきなり撮ってそっからだよね。そうですね、まあ、だって初めて会ってからまだ1ヶ月半ぐらいしか経ってないですから、ね、いやそうなんですよ。いやだから佐藤なんか誰が決めたんやってて誰これみたいな感じで撮り出したから、まあ、だって一番最初ね、はい、一番最初初めて豊さんのところに行って、はい、なった時に一緒にやってもらうからいいやろって言われているのに嫌ですって言われたいや、まあ、そうだよ。佐藤さんどう思ってるんだろうというか、うん、なんなんだこの人はって思われてんだろうなと思いながらハイスタートでしたもんね。それ100%思ってますよ、うん、だって僕は知らないんですもん。お互いにそうだよな私は現役の時も知ってましたから、知ってるから でもどんな人か知らないわけじゃない、はいはい、いやそれがいけない、はい、よくわからないままスタートして、はい、なんかこんな感じで仕上がってますね、はい、めちゃくちゃだったよなめちゃくちゃだった。あんなキャスティングないですよ ね来て、俺だからいいやろ。あ、はい。あ、はい。いや、でも言ってたよな、あやや。はい。いや、佐藤は絶対大丈夫だからって。はい。ね。そうですね。うん、よく喋るし、佐藤はどう、うん、ちゃんと言ってくれたら返してくれるから大丈夫だよなって。はい。だから、ね、心配しなくていい。今もう結構うなずいてたら、私の入る隙間ないぐらいどんどん喋ってるんで、たまに言葉かぶるんですよ、やっぱり。だいたいね、車乗ってて音楽聴いてるとか、はい、そういう時は黙ってて、はい、人と会った瞬間からテンションマックスで喋り出すからね。いやすごいですよね、うん、だっておはようございますってここで来てなんかまだ回してないのにもう今日喋る内容ほぼ喋っちゃってんじゃないかぐらい喋るわけですよいや今の撮っとけばよかったって、プロ野球ニュース来た時に、はい、わーって元気よく入ってくるんだよ、はい、もうそっから誰かこうやって見つけてあのさみたいなさ、はい、もうそっからマシンガントーク始まる。家ではどうなんですか。黙ってます。家ではだって今とかだったら、はい、もうラグビーほぼ全試合見てんで、ビデオに撮って、あと、アメフト好きなんで、うん、NFL 録画して見たりとか、はい、あとドラマも録画して見るんで、もうフットボール系が好きなの。そうだからもうずっと黙ってそればっかり見てますよ、夜中。じゃあノーサイドゲームとか見てたの。いやあれ感動しましたね。良かったですね。ドラマ、はい、全く興味がない、はい、ラグビーのドラマ、もうあれちょっとね、はい、泣きましたね。泣きました、あれは。やっぱちょっとあの浜畑が良かったよね。お前らね、はめられてるはめられてないですよ。あ、明かりが消えた。いや、ちょっとあれね、僕がね、涙が出るぐらい感動したドラマは、はい、チアダンと。チアダンで感動したの。チアダンめっちゃ感動したっす。ドラマの方ですか。最近では、福浦の引退。最後に、ファーストライナーを飛びついて撮った瞬間に、感動した。なんか神様が与えてくれたって言ってましたもんね、本人も、まあ、最後にあそこに飛んでくるっていう。最近泣いたの。私ものすごく涙もろいんで今朝も泣いてきました。なんで。朝ドラ見て。朝ドラ夏空毎日あれ泣けるんですよ。おじいちゃん役の方、草刈正雄さん見るともう泣いちゃうんですよ。私も毎日多分泣いてます。なんでだよ。だから今日遅刻してきたんですか。言わないでくださいよ。今日ちょっと5分遅刻しました。5分、1分1000円だよ、決まりは。え？本当ですか？うん、5000円。いやでも、15分早めに来てた時とかもあったんで、チャラで。いや、早く来るのは普通です。普通だよ。野球選手なんて必ず10分前には来るからね。そうですね。下手したら30分前とかっていう謎のルールがあったりしますからね。本当だよ。だって帝国来たら出発していないパターンありますからね。いや本当だよ。そうですよね。いや私もこれ自慢じゃないですけど、会社員だった頃は一回も遅刻したことないです。あ、気が緩んでる。田中さん、はい、普通です。そうですよね。まあ普通だよね。番組遅刻したことないんですよ。今日多分初めて遅刻したぐらいの感じ。この世の中で。そんなことないですよね。いや、これ台風の時はしょうがないじゃないですか。それがありました、ありました。ありましたありました。じゃあちょっと緩んでますね、木。かなり緩んでるな。いや、私最初の頃ここ来る時結構早めに来てたら、あ、佐藤さん意外とギリギリなんだみたいなちょっと思って。いや、僕は59分59秒までに入ればいいっていう認識で生きてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、でもついついちょっと 早めに入るよな。入んないっす。入んないの。はい、特にこれは。佐藤さんね、私一回ギリギリに入ったんですよ。やばい、本当に59分だぐらいの感じで入ったら、佐藤さんいない、お、よっしゃーみたいな。なんだこんなギリギリ。でも俺はね、俺は本当時間に正確だと思う。
せかせかするのが嫌だし、はい、人を待たすのが嫌なの。いや、それね、わかります。いやいや、僕は別にあんまり自分のでも、例えば先輩と一緒になるとかだったら、はい、絶対先輩より早く来ようと思うでしょ。あ、それは思いますね。あんま思わないですね。なんだよ、お前。いや、そう、美談で終わらないじゃないか、お前。いや、その決められた時間までには行きます。まあ、そりゃそうだよな、ね、うん、はい、それはもう絶対だよね、はい、うん、もう遅刻しません。お、もう一回も遅刻しません。じゃあ、今度遅刻したら水着ですよ。いや、なんで水着になるんですか、ほんと。ね、世の中の人が期待してるんです。いやいやいや、1分したら下だけ水着、2分だったら上も水着みたいな、どう？これ編集でスケベって書いててくださいね。